今日はデンタルクリニック東洋大院長の大石健一さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。院長のお隣に美しい方が座っていらっしゃいますが、どなたでしょうか？はい、当院のアイドル黒瀬ハスワ先生です。はい、黒瀬先生、おはようございます。おはようございます。ではご紹介をもう少し詳しくしていただけますでしょうか？はい今年4月から、デンタルクリニック東洋大で、勤務していただいている、歯科医師になってから4年目の先生になります。はい、はい、すごくお若いですよね言われませんか？いや、そうです。そうでもないです歯科医師になって4年目ということですね。はい、そうです。この福山にお越しになったのはいつ？福山には去年からいます。去年から。はい、そうなんですね。はい、じゃあまだそんなに福山のことはご存知？そうですね、わからないですね。じゃあこれから福山のいいところをたくさん知っていただきたいですね。さて、どんな先生でしょうか？真面目で、ね、素直で、ね、でも子供さんとかあと患者さんとかにも結構優しくこう話しかけてくれて、はい、時々グッと見るとあすごい笑ってるよみたいな時もあって、緊張はやっぱりしてるんだろうなと思いながらも、はい、やっぱり頑張ってくれて助かってます。ああ、そうなんですね。もうデンタルクリニック東洋大アイドルというふうに先ほどご紹介をいただきましたけれども、これからぜひ子どもさんたちにもね、親しんでいただける、ね、はい、先生になってほしいですよね。そうですね。黒瀬さんが歯科医を目指された何かきっかけとかってあるんですか？私の母が医療関係の仕事をしたらどうかなっていうのをずっとちっちゃい頃から勧めてくれてて、はい、やっぱりやりがいのある仕事だと自分でも思ってましたので、その医療関係の仕事の中で、自分の成績といろいろ考えた結果歯科医かなというところで、はい、で実際に歯科医になって、お仕事をされて感じることってどんなことですか？歯科医はお医者さんみたいに全身のこととか命に関わるとか、そういう仕事じゃないかなとずっと思ってはいたんですけど、実際になってみるとやっぱり歯一本でも患者さんからしたらすごく大事な一本の歯なので、それを残すためにいろいろ大変な細かい作業をしなきゃいけないので、思ったよりも本当責任感のある仕事だなと感じてます。いや大変ですよ。だってね、全てなんかこうまずは人間食べることから始まりますから、歯がないと大変ですもんね。はい、そういう思いで患者さんに接していただいているわけですけれども、院長はこう女性の先生といえば、はい、奥様もそうですよね。そうです、はい、ね、一緒に働いているわけなんですが、はい、やはり何かこう思うところ、感じるところってありますか？妻はちょっと訪問診療とか今やってるわけなんですけれど、その他他の矯正治療とかいろいろやってますけれど、女性っていうことでもちろん、職業人でもあり、また家庭の主婦でもあり、で、女性っていうことで、働くのはやっぱり男よりはやっぱりいろんな分を背負って大変だろうなっていうのはあります。で、ちょっとできるだけこうサポートはしていかなきゃいけないんだろうないうところあるんですけれど、男特有のちょっと鈍いところみたいなところもあるんで、やっぱり見てても負荷かけてるなっていうのはいつも思ってますね。ね、でもそういうふうに思っててくれるだけで嬉しいですよね。そうですね。ね、すごく理解のある院長ですね。はい。でお伺いしましたら、黒瀬さんはまた新婚さんということで。そうです ね、 ね、はい。歯科医でもあり、そして主婦でもあるわけなんですけど、はい、家庭では。どうですか、ご主人はやはりそういうサポートをしてくれますか？はい、その辺はもうしっかり理解があるので、家事はほとんど分担でかなり助かっています。ああ、そうなんですね。はい、
院長は分担ですか？私の方がやばいですわ、ね、でもやっぱり最近は女性もどんどんいろんな仕事に、ね、こう進出してきてますから、ね、やはり男性の考え方というのも変わらなければいけないし、はい、またこうその、なんていうんですか、その上の方のサポートというのもすごく必要になってきますよね。ですね、やっぱり、まあ、男性だけじゃなくて、本当女性がもう本当社会に活躍できて、でやっぱり女性ならではの物の捉え方、見方、あるいは配慮、うん、やっぱりそれはやっぱり男にとってもよく見てみたら、やっぱりよく見なくてもそうなんですけど、結構助かるかなっていうところがやっぱりありますし、うん、あ、本当気づきと学びっていうんですかね、あ、うん、そういう見方で見るんだっていうのは本当たまにこう新鮮にと思うようなことがやっぱりありますね。そうなんですね。で黒瀬さんはまだ4年目ということですから、技術面とかではね、いろいろとこれから勉強されることもたくさんあると思うんですけれども、うん、じゃあ今後の抱負とか、はい、今日聞かせていただけますか？はい、やっぱりまずは技術がまだまだ未熟なので、早く上手にたくさんのことができるようになりたいというのが一番あります。で、まあ、それからプラスで患者さんの気持ちを考えたり、たくさんコミュニケーションをとって、患者さんの望まれているような治療をスムーズにできるようになったらいいなと思ってます。はい、では院長の大石さんからも、こうデンタルクリニック東洋大、女性のスタッフの方ね、たくさんいらっしゃいますけれども、これからもどんな病院にしていきたいですか？そうですね、まあ、ちょっと大切にしている中の一つが、やっぱり自分が受けたい医療治療、まあ、保健師でもそうなんですけど、やっぱりそういうところを大切にしていきたいなっていうふうに思ってます。で、あと、もちろん病気の治療というのもそうなんですけれど、その後できるだけそれが再発しないように、まあ、見守りとか、まあ、知識的なアドバイスもそうなんですけど、よりその人がアクティブにエネルギッシュに、まあ、生きていけるようにっていうことがサポートできたらなっていうふうに思ってます。はい、はい、それで、まあ、若い方にもやっぱり自分がやっぱり苦労してきたこと、学んできたこと、まあ、それをできるだけこう次の世代の方にやっぱりしっかり伝えていって、ね、まあ、苦労はあんまり しないで、うん、まあ、効率よくって言っていいかどうか分かりませんけれど、まあ、苦労はぼちぼち昔話ぐらいでいい、よくて、まあ、どんどん技術的なところ、まあ、コツっていうのもそうなんですけど、まあ、早く身につけてもらって、もっともっと大きなことがしてもらえたらなって、それがサポートできたら、まあ、私もとても嬉しいなと思ってます。はい、今日はデンタルクリニック東洋大院長の大石健一さん、歯科医師4年目の黒瀬あずささんにお越しいただき、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。